違和感漢字探し、五字を探す熟語問題が全部で11問です。では始めましょう。第1問。どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくはこちらの字です。屋根の下の点がありませんでした。第2問。どこが違いますか。正解はこれでした。正しくはこちらの字です。横棒がいりませんでした。第3問。どこが違うでしょう。正解はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分はゴンベンではなく糸辺の方でした。第4問。どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくはこちらの字です。右下部分の横棒は2本です。第5問。どこが違うでしょう。正解はこれでした。正しくはこちらの字です。上部分はねではなく日の方です。第6問。どこが違うでしょう。
正解はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分は力ではなく刀です。第7問、どれが違うでしょう。正解はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は乃木辺ではなく木辺の方です。第8問、どこが違うでしょう。正解はこれでした。正しくはこちらの字です。人弁がいりませんでした。第9問、どこが違うでしょう。正解はこれでした。正しくはこちらの字です。右下の中部分は火です。第10問、どれが違いますか。正解はこれでした。正しくはこちらの字です。右下に無がいります。第11問、最後の問題です。どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくはこちらの字です。右部分の長い縦棒は上下で切れます。